こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、あなたは旦那さんのこと愛してますか？妊娠する前の愛情と子供が生まれてからの愛情、まあ旦那のことは感謝してるし好きは好きやねんけど、でも子供生まれる前とはちょっと違うね。そんな感情の変化に戸惑ってるママもね多いんじゃないかと思うんですけども、本当に子供が生まれると旦那さんへの気持ちって方向性が変わりますよね。いや嫌いになったわけじゃないねん、大事やねん、でもねっていうね、そこの部分ですよね。はい、これもみんなね共通して言えることなのかなと思いますけども、はい、そういうね子供が生まれてからパパへの旦那さんへの気持ちが変わっていったママたちのお便りをいくつか紹介させてもらいたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。ではいただいている、まあ、質問というか愚痴というかみんなで共感していこうみたいなね、そんな話ですけどちょっと紹介しますね。こんにちは、5ヶ月のママをしています。産後すぐはイライラするとは聞いておりましたが、ここまで精神的にやられるとは思ってもいなかったです。産後2週が経ち少し落ち着いてきたなと思った矢先に祖母が亡くなりました。娘を見せてあげられないまま天国に行ってしまいました。お葬式にも行けず、その悔しさと旦那に対してのイライラと母親である責任感全部が重なり、しんどかったなという思いが強かったです。最近になって仕事、料理、掃除も買い物も全部やってくれる旦那にすごく感謝しているのですが、なぜかイライラしてしまいます。横で寝てる姿を見たり、一日旦那が出かけているだけでイライラします。これは産後あるあるなのでしょうか？あるあるよね。旦那何も悪いことしてないね、ただ横で寝てるだけやね。でも寝てるだけでもその寝てる姿にイライラする、もう見えへん方がいいみたいに思ってしまったりとかね。で出かけていくっていうのも、まあ、日曜日に、ね、一人で出かけていくって言ったら、私ずっと家事育児24時間休みないのに、なんであんただけ遊びに行ってんのみたいなね、イライラしちゃう。こないだあったのがウェブ相談であったのが、でそれをでママがイライラしてたのよね。パパの趣味が釣りやって、で釣りに行ってしまうと、いいねんけど、でも子供生まれた後私はずっと家でこうやって子供のこと見てて、なんなんやろこれって、せめて一言、俺が釣り行ってる間見てもらって子供のことしてもらってありがとうなっていうねぎらいの言葉、ありがとうなって助かるわの一言があれば、全然釣りどうぞ行ってきてになるんですって。ありがとうがないと、それを言ってって旦那さんにお願いしたら、そんなんだって家にいるものがやればいいことやのに、そんなん言わなあかんみたいな答えが返ってきて、でもその旦那さんもすごく家事とか育児、他のね釣り以外の時にはめっちゃやるんですって。でそれに対して彼女はありがとうっていうのを言うんだけど、それ言われると旦那の方は、それありがとういらんからっていうのね、当たり前にやってるだけやねんから別にありがとうとか言っていらんけどって言うわけですよ。そこの価値観ですごくね苦しんでるママさんがねいらっしゃいましたけどもね。じゃあママがまあ、パパに時々預けて、子供預けてママも遊びに行ったらいいんちゃうかっていうことで、パパもそれええよ行きやって言うねんけど、それはそれでママはなんか子供をパパに預けて自分一人で遊びに行くのは、ね、よういかんみたいなのもあってね困ったもんだなっていうね、そんなウェブ相談がありましたけどね。本当にこういうのってもう夫婦あるある、もう産後のあるあるやなと思いますね。はい、次行きます。夫のことは大切だし嫌いじゃないけど、どうしても産前みたいに大好きっていう気持ちが戻らず、触られたりすると心がザワ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 性行為も早く終わらんかなと思ってしまいます。2人目も考えているので何とかしたいのですが、解決策が自分の中で見つかりません。夫には本当に感謝してるし嫌いじゃないからこそ解決策が見つからず困っていますね。この方も旦那には感謝してるし嫌いじゃないんですよ、でもね近寄られるとこれちょ寄らんといて、いや嫌いじゃないね産後のママ面白いですね。妊娠する前ってやっぱ旦那さんに対しても大好きって、もうだから彼しか見えてないからね。だけど子供生まれてくるとママにとってはこう絶対に守ってあげないといけない小さな存在がそこに現れたら、やっぱそこがもう第一優先になるから、そうすると旦那さんはってなった時に、旦那さんは大事やし好きなんだけども、子供と私っていうこの大切な大切な密なこの空間に、まあ、第三者の彼がこう入ってくるとちょっとイラッとしちゃったりねっていうのは、これも当たり前なんかなと思うんですよね。産前の
大好きキラキラキラっていうその恋愛感情のままで家族っていうのは成り立たないしね、変化していくものだということも頭に入れておいてほしいですね。よくあるのが大好きにもどうやったら戻れますかと。いや戻らなくていいと思うのよね、うん、その大好きもドキドキワクワクではなくて彼の姿を見ているとなんか安心するな、空気みたいやな、大切やな、落ち着くみたいな、そういうラブに、ドキドキワクワクのラブから落ち着いたラブに変化していく、これがまあ人間の経年変化というか、あの人がこう豊かになっていくっていうことなんかなと思うんですよね。大好きじゃなくなったからといって彼に対して愛情がなくなったかといったらそうではなくて、愛するの形がもっと成熟してきたっていうことなんですよね。なのでそんな元の状態に、あの恋愛のキャピキャピな状態に戻らなくていいんですよ。今のこのでも大切やな、感謝してるなって、そういう部分、そこをちゃんと自分の中で受け止めて、それをいい方向にポジティブに考えていったならば、これは本物の夫婦になっていくのかなって思うんですよね。なので大好きには戻らなくていいと思います。はい、じゃあ次いきますね。久子さんこんにちは。今年27歳生後3ヶ月の赤ちゃんの新米ママです。一回り以上年上の旦那と結婚しました。現在彼は40代の前半です。結婚した時は幸せだったり好きだったんですが、子供が生まれてから急に将来のこと、住宅ローンが組めるのかだったり、2人目はもう定年などの関係から無理なんじゃないかと思ったりするようになり、旦那のことが無理になってきています。離婚も頭の中でよぎりましたが、子供のためにもそれはないと思いながら毎日ワンオペの中悶々とした日々を過ごしています。子育てを楽しみたいのに将来の不安が押し寄せてきます。久子さんもマークさんと年の差ですが、何かアドバイスがあればお言葉いただきたいです。はい、この気持ちはめっちゃよくわかります。というのも今日はマークの64歳のお誕生日です。おめでとうございます。ありがとう。いや誕生日はね、あの命が生まれてきた日だから本当にめでたいし、マークが生まれてこなかったら私はマークに出会えてないので素晴らしい日なんですよ。ノーでは分かってます、それはね分かってます。だけど私とマークも14歳年が離れてて、マーク64歳でしょ、まあ、見た目はめっちゃ若いですしマッチョですし全然なんかぶったるそうな感じはないですけども、とはいえ冷静に考えて64歳、14歳年離れてる彼の誕生日が来るたびにもうどん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 なんかこうおじいちゃんに足を踏み込んでいくんやなって。いや見た目は若いし実際元気ですけど、血液検査もむちゃくちゃ健康ですけども、でも実年齢っていうところにあの見るとやっぱこう普通に考えて女性の方が長生きするしとか考えたら、お別れする日ってどんどんこう近づいていくんかな誕生日ごとにみたいなね、すごいネガティブなんですけど、そんな風になんか考えてしまってズーンと落ちることがあるんですよね。はい、今日もねあの誕生日ということでそんな感じでちょっとなんかなってるんですよね私ね。おめでたいんですよ、おめでたいねんけど、なんかそんな気持ちになってるっていうのがあって、あのすっごくだからこの彼女の気持ちは分かります。でもマークは、ね、そういう私の気持ちをちゃんと理解してくれてて、すごいいろいろこの将来のことっていうところに関してはいろいろ先回って準備をしてくれてるのよね。もちろん僕が死んだ後に困らないようにまずこの人にこの件は聞いたら OK、 この件はこの人に聞いたら OK っていう準備はしてますね、うん、マシュマロで肌と心に優しさを、まあそのなんていうの、旦那さんにその不安な気持ちっていうのは私伝えていいと思うんですよね。でその中で彼女がちょっとでもこう気持ちが楽になるような、あのこういうことを将来をちゃんと僕考えてるよみたいな、そこをちゃんと伝えてもらったら安心しますよね。だからそこがどう考えてるのかよくわからない状態で定年になるやん、子供20歳になった時も定年やん、え仕事なくなる、えどうやって生きていくのとか、そこがこう漠然として見えない状態っていうのがすごい不安やと思うのね。でそこをちゃんと旦那さんと話して、そこをどういうふうに考えてるかっていうところをちゃんとシェアして、でなんとなく、まあ、どうなるかわからへんけど、なんとなくのそのビジョンが見えたらちょっと不安ってあの軽減されるのかなとは思うんですよね。まあ、マークは、うん、まあ、まあ64っていうのもありますけども、うん、私あの先にもし死んじゃった時に私があの困らんでいいようにっていう準備をね、いろいろ、もちろんあの資金的なことももちろんそんな当たり前なんで、全く150歳まで生きれるように準備しております。誰が、あなた、私が150歳まで生きても困らんようにしてくれてるの？もちろん
まあそういうことをね、ちゃんとこう話をしてくれるので不安はあるけど、まあそういう意味ではもし何かがあっても、うん、ちゃんと回っていくんやなっていう、それを回せるように考えてくれてることに感謝かなってね、まあそんな気持ちでね日々過ごしております。次行きます。産後クライシスになり旦那だけ受け付けなくなりました。それを伝えたら 逆上しひどいことばかり言われます。さっさと死んでくれ、子供産んだだけの母親だ、嫁に来たのにいつまでお客様でいるつもりなんだ、寝不足ごときで文句言うな、育休は子育てするのが仕事だろう、などなど言い切れないほどひどいことを言われ、離婚したいですがなかなかできません。今は里帰り先にいるのでいいんですが、結局予防接種なども決められた回数以上にはこちらでは打てないので帰らなければなりません。行政に相談しても裁判所じゃないとと言われ困っています。どうしたらいいでしょうか。この旦那さんはちょっとやっぱモラハラですよね。これは私はちょっとその無責任に言ったらあれかもしれないんですけど、離婚した方がいいかなと思いますね。で早い方がいいんじゃないかなと。子供がまだ小さい間の方がいろいろ分かるようになってからよりも、パパとママの関係を子供がまだ見ていない分からない間に離れた方がいいのかなという気はします。で、予防接種に関しては一次接種手続きっていうのがあるんですよね。予防接種って住民票のある場所とその里帰り先っていうところの役所同士がこう連携、保健センター同士が連携組んでもらって、まあ、もちろんねこの彼女のように、まあ、彼女今里帰りっていう形やけども、まあ、夫婦なんだけど別居しなければならないような事情があったりとか、まあ、いろんな事情でその住民票のある場所に住めない赤ちゃんを抱えてるママたちも世の中にはたくさんいるわけですよ。でその場合は特例的にね、一時的にその今住んでいる場所で住民票はないけどそこで予防接種を進めていけるようなそういう措置っていうのはあるのでね、それちゃんと保健センターにちょっと何回か詰めて状況を説明してやれば必ずそっちで予防接種はできるはずです。子どもたちは予防接種を受ける権利があるので、住民票がないところだからあなたの赤ちゃんは予防接種を受けれませんっていうことはありませんのでね、これちゃんと保健センターでもう一回何回か説明ちゃんとしてもらって、そちらで実家の方で予防接種ね受けてもらったらいいかなと思います。モラハラの旦那さんってね、やっぱもう出来上がってる人格っていうのがあるから、改心してとかまた再構築ってやったところで、結局私がたくさんモラハラのね夫婦とかを見てきたけどね、やっぱね同じことを繰り返すパターン多いんですよね。でどん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 ママ自身がこうけなされてけなされてダメ出しされていくから、だん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 の言ってることが正しいんかもしれへんって、私がいけてないかもしれへんって自信がなくなってきてね、なんかね正しく判断できなくなっていっちゃう人間って、やっぱり心病んでしまうとね、っていうところもあるから、やっぱ彼女にとってもこのママにとってもたった一回の人生やし、ママが楽しく自信を持ってこう人生を動かしてないとやっぱ赤ちゃんかわいそうやと思うんですよね。ママの姿見て育つからね、彼女の存在自体をこう否定するような旦那さんとは離れた方が私はいいんちゃうかなとは思いますね。前向きにやっぱ子供生まれて離婚っていうのはすごいこう勇気がいるし、踏み出しにくかったりするんだけど、結婚もある意味ノリと勢いじゃないですか。離婚もね、いろいろああかもこうかもって考え出したらね動けないんですよね。第三者ちょっといろんな人に相談してみて、で多くの人たちが、まあ、家族に相談するのはあんまり良くないですよ、市場が入るからね。第三者に相談してみて、みんな離婚した方がいいと思うっていう答えをもらったんやったら、その祈りと勢いでもう先はどうなるか分からへんけど前に進んでしまうっていうのはもう大いにありなんかなとは思いますね。この案件は別れた方が正解かなと私は。夫の育児協力が少なくいない存在と思った方が楽って思ってしまい、きちんと話し合った方がいいのは分かってるんですが、暴力を振るわれたこともありどうしていいのか分からず悩んでいます。これもね、まあ一回暴力を振るわれたことがあるってなると、何かの拍子にまたやられるんちゃうかっていうね、どっかでずっとやっぱ残るんですよね。また殴られるかもみたいな、また張り倒されるかもってビクッてしてしまって、一回やられるともうそれがこう私たち女性の中にガンって入ってしまって、忘れようと思っても忘れられない状態になりますよね。これすごくよくわかります。ただこの話し合いっていうのも、その彼の
尊厳であったり、それこそ存在であったり、それをこう打ち砕くような彼女もそういう言い方を、言葉の選び方をねしちゃうと、やっぱりその彼のスイッチ入っちゃってガツンとやられたりっていうのもあるのかな、まあ、話の持っていき方やと思うんですね。で何にもない、穏やかに喋ってる時に殴られることはないと思うの で、やっぱ落ち着いて穏やかに彼のことをリスペクトしたり、尊敬してるところ、好きなところ、ね、信頼してるところ、そういうところもう洗いざらい、もう見つけてきて、それを言って言って、褒めて褒めて褒めて褒めた上で、これからの私たちどうするかみたいな話をすると、ダメ出しばっかりやれると人間はなんでってなるからね、まずいっぱい褒めて話し合いようっていう方向でちょっと考えてみてもいいのかな。次暴力振るわれたら、これはやっぱりさっきの人もそうだけど、もう離婚なのかなと思うんですね、うん、これはどんな事情があったとしても、暴力っていうのは正当化されることはありませんのでね、その話し合いするときに、ちょっとずる賢い方法というか、したたかな方法ではあるけども、はい、スマホでもう録音開始ですよ。でその状態で話し合いをして、暴言吐かれたり暴力振るわれた時には、それが証拠になりますからね。それぐらいの気持ちで子供が生まれた限りは、ママは子供のことを守ってあげないといけないし、自分のことを守ってあげないと、自分守らないと子育てできないからね、そこは冷静に考えて動いてほしいなと思います。夫婦で家族計画に違いがある時、どう話し合えばいいですか。私は子供4人は欲しいけど、旦那は2人でいいって言ってます。もうこれとことん気持ちを伝って伝えて伝えて伝えてするしかないですよね。もうこれをどう話し合ったら、もう何ももう伝え続けるしかないと思うんですよね、うん、で向こうの意見、こっちの意見もちろんあるけども、うん、でもなんで分かってくれないのではなくて、彼の意見も取り入れながら、でも彼女の気持ちが変わらないのであれば、もう1年でも2年でも3年でもその気持ちを伝え続けるっていうことをやっていてもらう。子供がやっぱ成長してくると、少しゆとりができてきたりとか、でパパもやっぱ人間成長するから、例えば3年前に思ってた、もう子供は2人でいいって思ってたのが、ここが3年経ったらもう1人いてもいいかもしれへんなという気持ちに変わること、人間だからね、気持ちっていうのは変化していくから、その変化がもしあればラッキーぐらいの気持ちで、もう何回か言ったからあかんかったで諦めるんじゃなくて、とことん穏やかにその気持ちを伝え続けるっていうことしかないのかなと思います。はい、ということで、いろんな夫婦のねお話が出てきましたけどね、あ、うちの夫婦にそっくりな話やわっていうのもねあったかもしれませんけどね、本当に男女が同じ屋根の下で暮らすっていうのは、他人同士が夫婦になってやっていくっていうのは、ほんまに難しいことや思いますね。上手にできなくて当たり前なんだけど、そういう理解できない相手をいかに理解しようかという努力をしていくっていうのが、やっぱり結婚生活であって、でもそれって不幸なんかって我慢ばっかりなんかで、そういうことじゃないですよね。相手を思いやる気持ちっていうのを持って一緒にこうやっていくっていうのは、その中で人生をすごく豊かにしてくれる、人間を成長させてくれることでもあり、大きな喜びもたくさんあります。夫婦になるっていうのは、結婚生活っていうのは悪いことばっかりではない、でも中にはしんどいこともいっぱいある、それを乗り越えてこそ私たちは豊かな人間になっていけるのかなと思っています。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。